七院大学は、京都府京都市伏見区向島に市場を受け70番地に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、七院大。設置者は、学校法人創業七院で、人文学部の中に仏教学科と社会福祉学科を持つ大学である。新言集系の大学で、小木新言集の仁和寺、宝山寺、 長五孫子寺、荷重寺、大閣寺、大五寺、中山寺、西大寺、京王五国寺、清澄寺、千入寺、全通寺、須磨寺及び随心院の十四本山が経営に参画し、新言州地山派、新言州豊山派及び新義新言州の三派が教育振興に協力している。大学名は空海が828年に開いた教育機関である。 手芸出院にちなむ。二千十一年四月、学校法人新聞集京都学園が運営していた、洛南高等学校、付属中学校は、学校法人新聞集洛南学園に経営が、移管され、また、法人名称が、学校法人送迎出院に改称された。さらに、経営支援本山として、石山寺、国分寺、七宝滝寺、新御寺、平間寺、 前神寺、室宗寺が加わった。仏教学科では、新言密教を中心とした仏教学を学ぶ。社会福祉学科では、社会福祉士、精神保健福祉士の国家主権受験資格を卒業と同時に取得することができる。釈雲運賞別所久主元かなえ流赤月再起法、下川時法流、泉里志藤、松永昇堂、道、松永昇堂。道、 藤田里空、松永昇堂、佐伯恵願、亀貝雄栄亀貝雄栄山本忍良木村、清角家の清順、木村清角森大園は潮高てる麻生文優、今井窓か明来富本博しすぐり安しずい。ありがとうございます。